スビショウの衛星写真中国による埋め立てが進む、スビショウ南沙諸島における周辺諸国の実効支配状況、スビショウ、またはスビショウは南シナ海の南沙諸島にある暗礁である。中華人民共和国が実効支配して埋め立てを行い、人工島が造成されている。フィリピンが実効支配するパグアサ島から北西に約 28km 離れている。 ベトナムが占領していたが、1988年のスプラトリー諸島海戦において中国人民解放軍海軍がベトナム軍を攻撃し、この暗礁を奪った。以来、中華人民共和国が実効支配しており、中国人民解放軍海軍が駐留している。しかし、台湾及びベトナムも主権を主張している。 中国によりドーム型レーダー施設が建てられていることが2012年7月に確認されている。2014年7月から中国によりこの岩礁の埋め立てが開始され、人工島を造成している。アメリカのシンクタンクである CSIS による分析では、埋め立て面積は2015年6月時点で3.95平方キロメートルに及んでいる。ただし、この岩礁は、 埋め立て以前には、校長時に水没していたため、国際法上は領有権や領海を主張することはできない。2015年4月、スビショ昌周辺で中国軍がフィリピン航空機に対して強力な光を照射したり、退去を要求する等の事例があり、フィリピン側が懸念を表明している。2015年10月26日には、アメリカ海軍のイージス駆逐艦、ラッセンが、 高校の自由作戦の実施により、スビ城から12階離内を高校している。中国交通運輸部が建設した灯台が完成し、2016年4月から、ジョンソン南省、クアテロン省に続いて運用を開始した。2016年7月12日の常設仲裁裁判所による裁定では、この省は海洋法に関する国際連合条約における、 自然に形成された陸地であって、低潮時には水に囲まれ水面上にあるが、高潮時には水中に没する低潮高地であり、領海や大陸方のみならず、排他的経済水域も設定できないと認定された。7月13日には、前日の仲裁裁定に反発した中国政府が、徴用した海南航空の民間機が、海南島の海口国際空港より、 約2時間の試験飛行して、スビショーの飛行場に着陸し、飛行場利用が民間によるものと中国中央電子台に中継させ、中国に主権があることを主張した。3000メートル級滑走路が完成している。スビショーの埋め立て部分で、最長は約5.5キロメートルある。米国がビッグ3と警戒する巨大人工島の一つ。ありがとうございます。